UTNTV の皆さん、どうも UTNT この動画、緊急事態宣言前に撮影されました全員嘘クエラトですもう完全にやらかしちゃった某イキリ系グループ YouTuber の真似をして冒頭の挨拶を取っちゃったよねっていう話だし、 YouTuber たちの動画撮影の闇までをもうさらっと暴露しちゃったよねっていう話なんだけど、もし今回の冒頭の挨拶がつまんねえと思ったてめえたちもいるかもしんないんだけど、それは完全に俺のせいじゃなくて 100% コムドットが悪いからマジてめえたち勘違いすんなよっていう話やね。ただ広告を打ちまくったり登録者数を買ってる疑惑もある奴らのチャンネル登録者数が200万人以上いるのに対して、この U20 のチャンネル登録者はまだ3万人ちょっとっていうのは絶対に何かの間違いだとしか思ってないよねっていう話だし、近い将来てめえたちと一緒にチャンネル登録者10万人突破の銀盾と100万人突破の金盾を分取りに行くのがこの U20 の使命でもあるよねっていう話だから、そんな熱い思いを胸に秘めた俺が見てもらったら分かる通り、松岡修造ばりの情熱的な360度のお辞儀を披露しながらてめえたちにお願いしたいのが、今すぐにこの U20 のチャンネルを登録してくれと。そうすることでこの U20 から子さんのてめえたちへ、そして子さんのてめえたちから新参のてめえたちへ、情熱の炎の聖火リレーをつなぐことができるよねっていう話だし、俺が銀盾や金盾をゲットしてそれをてめえたちが稼ぐことはできないんだけど、喜びを一緒に噛みしめることはできるわけじゃん。だからこそ今目の前にワンクリックで救える命があるっていうことで、情熱的にそのチャンネル登録ボタンを押してもらって新たな歴史の1ページを共に作っていこうじゃないかっていう話だね。で、まあ今回ね、この UTTV を通してね、まあてめえたちにね伝えたいのが、またしてもね、先日コンビニで騒音パーティーを開いて、それを週刊誌フラッシュにスクープされて大炎上した挙句、ただの生きった迷惑系 YouTuber となり下がってしまったコムドットなんだけど、ここに来て僕らのヤマトパイセンが Twitter でわけのわかんない超長文ポエムを投稿して完全に全米の涙を誘っていると。いうことでね、コムドットの地元である西東京の方からまるで鼻がもげちまいそうな香ばしい香りが遠く離れた U20TV スタジオまで届いてきそうだよねっていう話だからね、まあこの U20TV 撮ってるよねっていう話だね。今までのコムドットの炎上の経緯だったり、過去のアヤマン生誕祭や前にも全米が泣いた13分にも及ぶ自己満謝罪動画に関して、あまりにもわかりやすすぎてディアゴスティーニから毎月新鮮なヤマトパイセンの痛々しさと香ばしさを全て詰め込んだような、そんな長文ポエムを毎月産地直送で付録として付けて月間販売したいぐらいの俺の過去動画を見てもらいたいよねっていう話だし、今回お待たせしましたと言わんばかりにこのためだけにドコモショップの店員に詰め寄って約2時間半に及ぶ質問攻めの末、やっとも思いで完成したコムドットっていう再生リストも新たに作っちゃったよねっていう話だから、この機会に過去の動画も合わせて見てもらいたいよねっていう話やね。そして先日の U20TV でもお伝えした通り、コンビニの喫煙所で長時間にわたってどんちゃん騒ぎをして、それを週刊誌に撮られて、さらに近隣住民がそれを通報して警察沙汰までなって、未だに大炎上祭りの状態になってるコムドットだよねっていう話なんだけど、ここでなんと驚くことに、リーダーである僕らのヤマトパイセンが先日のインスタライブで弁明したことが虚言だとバレたからなのか、もしくはさらに香ばしさを届けてくれるためなのかわかんないんだけど、当初としてツイッターを更新してその内容がまさかの謝罪と見せかけた超長文の自己満ポエムでお送りする壮大なる世間への逆ギレだったんだよね。まずその本人のツイートに目をやると、一言世の中へと一体どんなタイトルセンスをしてんだてめえはっていう話なんだけど、そこには意味のわかんない長さの画像3ページにも及ぶ超長文ポエムが載っちゃってるよねっていう話なんだけど、この全文を読んじゃうとこの U10TV の尺がめちゃくちゃ長くなっちゃうし、それを聞くてめえたちも内容はクソなんだけど、それを読み上げる俺の声で安眠効果が得られて動画の途中で寝ちゃう可能性があるよねっていう話だから、要点だけピックアップしていくんだけど、まず最初の段落で今回のことは 100% 自分たちが悪いと、そう反省の意を表してはいるんだけど、なんと驚くことにその次の段落から批判を覚悟で一人の独立した表現者として僕の考えを皆さんに伝えたいんだと、そう切り出して今回の件を受けて自分たちに対する誹謗中傷やファンを攻撃するコメントや住所特定や家へのいたずら、そして殺害予告まであったと、これらは本当に必要なことだったのでしょうかと、そして誹謗中傷の犠牲になった有名人をもう忘れたのでしょうかと、僕は反省しているんですが、不当な誹謗中傷については徹底的に戦っていくつもりですと。
だからコムレンジャーかっこわらのてめえたちには戦う僕たちを目に焼き付けてほしいです。そして僕たちコムドットの夢は日本を取ることだから、こんなことで俺たちは夢を諦めない。ちょっとの間だけ休むけど必ずパワーアップして戻ってくるから待っててくれた。そんなわけのわかんないことを言っちゃってるよねっていう話なんだけど、起こしてしまった間違いに真摯に向き合いと、またしても紳士法を発動しちゃってんじゃんっていう話なんだけど、この完全に全米が泣くレベルの自己満に自己満を重ねたヤマトのポエムを目の当たりにして、この U20 が抱いた感想としては、いやヤマトさんかっけーすと、もうそれしか言う言葉がないよねっていう話だよね。だって世間に対して自分たちの非常識な行動で炎上を招いたくせに、誹謗中傷の犠牲になった人たちを忘れたのかっていう風にスーパー上から目線で逆切れして、モラルや常識を守ってくれって言えちゃうセンスもすごいよねっていう話だし、こんな文章力ゼロのただ被害者面と俺たちはそれでも戦っていくアピールをして簡単に騙せちゃうバカなコムレンジャーかっこわらに囲まれて本当に幸せだと思うし、もう俺には羨ましさの感情しかないよねっていう話だよね。しかもこのポエムって意味がわかんないぐらい長文だよねっていう話だから、一体何時間かけてこれを書いたのかって想像するだけでも完全に涙が止まんないよねっていう話だし、こんな長文をわざわざツイッターに投稿しちゃうヤマトさんにはシンプルにかっけえとしかコメントできないよねっていう話だよね。そんなかっこいい超長文ポエムを書いたヤマトさんに対して、とにかく俺から言いたいことはお疲れ様でしたと、そんなねぎらいの言葉をかけて祝杯とさせていただくよねっていう話だよね。いや、やばいね。もう、ピンモンしか勝たんっていう話やね。そんな祝杯をヤマトパイセンにあげたところで、かっけえヤマトパイセンに、全力でお伝えしたいのが、なんでてめえは毎回自らガソリンをかぶりに行くのかっていう話やね。こんなわけのわかんねえ超長文ポエムを載せなくても、今回のことは反省しています。ただ、誹謗中傷や住所特定はやめてくださいと。この2行だけ書けば済む問題だし、叩かれる内容じゃなくなんじゃねえのっていう話だし、そもそも何時間もかけて、こんな自己満だけの頭の悪さが露呈するような、わけのわかんねえポエム書く暇があるんだったら、てめえは YouTuber なんだから動画でやれよっていう話だよね。だって、こんなわけのわかんねえ自己満ポエム書いても、ただ恥を晒してるだけで、1円の得にもなんないんだから、それなら動画出した方が、はるかに時間の有効活用じゃんっていう話だし、その時点ですでに、かっけえヤマトパイセンの頭の程度は知れちゃってるよねっていう話やね。まあ、そんな感じでね、まあ、今回はね、依然として炎上祭りになっている、コムドットのヤマトが、論点のすり替え、逆切れ、そして開き直りと、3拍子揃った全米がなく、感動の超長文ポエムを発表してしまったと。いうことでね、まあ、この UTTV 撮ってるよねっていう話なんだけど、もうこれガチでわざとやってんじゃないかなって思うくらいに、痛々しさと香ばしさしかない行動しかしてないよねっていう話だし、ある意味ヤマトパイセンには才能すら感じちゃうよねっていう話だよね。そして、基本コムレンジャーかっこわらのてめえたちっていうのは、そんな本人たち以上に盲目な上に落ちるのが弱いわけじゃん。だから、せっかくかっこいいコムドットをディスって差し上げてるこの U20 に向かって、てめえの立場もわきまえずに、アンチコメを送りつけてくるクズ野郎どもいっぱいいるよねっていう話なんだけど、普段アンチコメっていうのは秒でブロックするんだけど、コムレンジャーのコメントに関しては、あまりにも香ばしすぎるコメントが多いよねっていう話だから、期間限定で、俺が香ばしすぎると判断したコメントに関しては、インスタのストーリーやツイッターでピックアップして、あのひろゆき師匠もしのぐ論破力で、秒で叩き潰してやるよねっていう話だから、晒される過去のあるやつはいくらでもコメントしてこいよっていう話やね。まあ、そんな感じでね、地元の寮全国へどころか、西東京市民全員が怒るぐらいの勢いで、世間に恥を晒し続けてるコムドットなんだけど、今後もまだまだ香ばしい動きはありそうだよねっていう話だから、今後も動きを追っていきたいよねっていう話だし、たとえコムレンジャーたちが何人も束になってかかってきたとしても、この魔王クラスの U20 を倒すことは絶対にできないよねっていう話だからね、今すぐにチャンネル登録と高評価を押して、通知もオンにした上で、次の動画また全部待機してもらったと思います。それでね、また、ネクスト U20TV でお会いしましょう。See you! 少しでも変えた状況 on the my way